はい、では、カズヤバースデー企画よし、よし、聞いてないよし、聞いてない、はい、前回、シュンさんの4月の時にあったじゃん、ガチャをやりましたね。うん、あったじゃん。なるほど。そこから、メンバー誕生日はサプライズで YouTube に動画アップしようかなっていうのがちょっとありまして、今回なんとこれを、これが昨日寝ずに用意しました。おー見てください、見てください、はい、で、これはまあ、見てもらったら分かる通り、こう、中に何かが入って鏡が映ってる。本当だ、バレバレやん。じゃあ、これ下向くよ、下向く、下向く。その、絵本かけじゃない、絵本かけ、絵本かけしないよ。で、まあ、こう当ててもらって、ちょっと難易度は高いです。当てたら、ゲットできるんですよ。なるほど、はい、ちょっと風が面を詰めると。はい、こちらを、これヒントとかいただけるんですか。あー、もちろんもちろん、まあ、とりあえず、はい、ノーヒントでいきましょう、はいはい、俺ね、リーダーって一発で分かるから、リーダー届かない、危ない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 待て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 、手が届かない。いやいや、ゆっくりの方がいいよ、ゆっくりの方がいい。片手で行ってみたりとか。片手ですか。はい、そうですね。動くかも。うわー、ちょっと怖いんだね。まあまあ、怖くはない。神はしない。泣かないか。泣かない。泣かない。泣かない。ああ、分かったね。ラーメンだね、これ。おお、すごいね。で、棒ラーメンだね。お、すごいですね。博多とかで有名の。そうっすね、やつだよね、はい、熊本、え、なんでわかんの、はい、かん、なんで熊本ってわかったの、かん、そうそう、え、それはすごい、ほら、だからリーダーやっとんじゃい、はい、え、ということで、こちら、ありがとうございます、ラーメン、ゲットです、マジですか。熊本はわからんけど、これじゃそうですね、博多とかあったんで、知ってますよ、もちろん、全種類知ってます。あ、そう、マルタイ、名前出てます、そうそう、マルタイラーメン、もうこれすごい好きなんですよ、はい、で、熊本、そうですね、熊本でラーメン行ったじゃないですか、はい、行きました、その思い出があって、だからリーダーになるんだと、じゃあリーダー次も当てるのかな、当てちゃう、当たったら広角だ、広角じゃない。こちらね、まあちょっとあれですけど、いや、わかんない、え、読めない、これでも難しいな、絶対わからん、うん、これわかったらすごいわ、サブリーダーかな、あ、これ、なんか和也さんとの会話の中で、この調味料の名前が出てきた、そうなんだよね、で、調味料、でも俺これは、まあもう食すもんだけど、オレンジ色のね、オレンジ色、オレンジ、ラー油、黒い文字で、黒い文字、鶏ガラスープ、なんでしょう、じゃないの、違うんです、鶏ガラスではないです、ごま油、ごま油ラーメン、どんなラーメン、わかんない、めっちゃギトギトや、ああ、あれじゃない、あの、あんたの好きなカレー、辛いラーメン、あ、わかんない、ほんとわかんない、ウェイ、ウィッウィッウィーライブ後にやることか、いや、ライブ中もやっとったやつ、やったやったふざけとったな、今日はなんだろう、ウィッ、まあ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 、もういいんじゃない、もういいか、うん、正解はウェイパー、ウェイパーって何、え、知らないですか、いやいや、この話しとったっけ、ウェイパー調味料で、調味料噛んで入って、鶏ガラですよ、そうだから、鶏ガラじゃない、え、鶏ガラな、うん、鶏ガラの、なんか、じゃあ次行きましょう、おー超欲しい、欲しい欲しい、これ分かった分かった、もう欲しいの分かった、 PS5 ね、 PS5 な、 PS2 な、 PS2 だ、はい、どうぞ、あ、これは欲しいな、俺だって PS5 だ、あれ、これ絶対分かんないよ、分かんないよ、あ、全部分かんないよ、俺は、これね、手だけじゃ、これね、あれじゃない、ごまとろじゃない、実は名古屋の、そうだね、名古屋だったんだ、ふりかけなんですけど、あー、あの裏切るやつだ、あの ひつまぶしのふりかけ、違う違う、じゃあ、やあの手羽先のふりかけ、違う違う、えっと何があったか、味噌カツのふりかけ、そんなフライング的に言わねえじゃん、だからもう某有名店の、そうだ、フーライボーとそういうことでしょ、まあそういうことだけど、うん、まあ名古屋まだあるっしょ、名古屋はもうない、でも俺ら2回ぐらいしか行ってないじゃん、そうですね、デフスパイラルとしか行ってないな、デフと行った、俺は2000、正解、はい、正解です、おお、それちょっと、これちょっとダメですね、ダメだよ、ぶっかけたいですね、これぶっかけたいですね、ありがとうございます。2000振りかけです。わかりますこれ。あのね、はい、それ、はい、俺つい最近食べた。あ、マジか。またつい最近っていうか、2ヶ月ぐらい前かな。うん。じゃあ、
行ってみましょう。そうね、熊本と名古屋終わったから、次は、うん、ユクロになりました。ユクロラーメンね。これどこかってことだよね。そうだね。まず僕が一番じゃあ好きなやつ言っていいですか。はい、うまかっちゃんの焦がし麺。違います。分かった、北海道新県。違います。いや、多分分かんない。まあ、分かんないですよ。方向で教えて。上か下か。上。北陸行ってんすか。北陸？新潟ラーメン？あんま知らないもん。うん、多分あんま知らない。これ俺当てれると思う。いや、分かんないです。クイズが雑。俺は出されて分かんない。でも、その地方では有名なの。あー、ブラックラーメン。お、正解。富山ブラックラーメン。正解です。お、正解です。おー、食べたことないんだよね。あらーす。いただきまーす。おー、頑張って太るぞ。わあ、これはいいね。これはいいね。そうそう、プレゼン。欲しがってたもんだよね。欲しがってた。そうですね。欲しがってた。はい。ありがとうございました。いいですか。はい。これ羨ましい。全部羨ましいっちゃ羨ましい。これもう欲しがってたって言ったら王将でしょ。王将の餃子です。羨ましい。つい最近ですよね、話したの。うん。話しました。言ってました。ラーメンじゃない。ラーメンじゃない。ラーメンじゃない。欲しいって。プレステがある。こんな触れた。プレステそれどれで小さいでしょ。プレステ8それ未来を行くね。手作り優しいね。まあ金といえばこれといったら司くんかな。そうですね。これといったら司くん、ドラえもん、大好きな北口くん、信玄。悩んだらその時も言ってたけど欲しいって言ってた。肉そば。いやいや、司くんといったらこの山形のあれ何で、あ、島いや、山田さん、司くんが好き？好き。で、俺も司くんの影響で好きになる。ビニボン？ビニボン。ビニボンではない。ビニボンじゃない。ビニボンって古いな。いや、司くん好きそうじゃん。なんだろ、食べ物だよね。食べ物。最近俺が言ったんだよ。言った。食べ物。俺も好きだって言ってた。俺も好きだって言った。じゃあヒント言うと、知らんうちにそら食してたんだけど、ここのって知らずに。ここのカツ丼はビビった。カツ丼見た？レベル高っと思った。レベチなカツ丼？じゃあもう大ヒント言おうか。中身は何か。メーカー名は言わん。メーカー名は当てて。味噌汁。あ、アマルフーズ。正解です。いっぱい行った。お最近好きなんや。あ、嬉しい。北海道とかいろいろ。あ、超嬉しい。いいな、カニ汁は。ねえ、助かるんですよ、僕これ。カニ汁欲しいな。あ、いない。カツ丼も欲しいな。あ、そうか、カツ丼か。カツ丼、お湯かけただけで。カレー食べた、ちなみに。あ、俺カレー食べた。美味しかった。ありがとうございます。まあ、これでいきましょうか、じゃあ。あー、欲しい。これはこれで欲しい。これなんだろうか。これも分かりづらいですよね。粉もんだね。粉もの。粉もの。いいっすか。いいですよ、粉ものです。粉もの。でも、カナダ大丈夫。俺、昔はファンの子によくもらってたんですよ。ツアー中使ってくださいみたいなとか、あと家でも僕、毎日それ、なんやったら使う人だった。食べ物。食べ物じゃない粉ものです。食べ物じゃない粉ものです。毎日使う人だったんだけど、最近もいただいたものが切れたから自腹で買ってます。タバコ自腹で買って、当たり前のことだけど。タバコこの時期特にいいんじゃないですか。この時期、この時期いいね。寒い時は。あれ、これグッズで出したことあるよね。北海道。岡田さんよく行ったりとかしますよね。そうだ。風呂といえば、風呂といえば、バスは、バス、バッボリュームにあって、それ何て言う。ブジュジュジュでいいんだ。何だっけ、バスクリーン。まあまあ、そうですね。はい、いろんな各地を旅して。ありがとうございます。これもいいね。いいですね。ありがとうございます。疲れが取れますね。はい、もう疲れてます。まだあります。まだあります。そうそう、クロージングまだあります。まだあります。これは多分分かんないと思いますよね。ただこれちょっとうまそうですね、マジで。お腹すいた。めっちゃうまそうや。え、お腹すいた。しかもちょっと高そうだし。高そうですね。とうとうプレステ。いや、絶対わかんないです。いいっすか。わかんない。え、なんのこれ。缶。缶か。缶。あ、いっちゃった。高級そう。高級そう。絶対わからない。絶対わかんない。缶だね。缶だから。何の缶かって、そんな手でわからんわ。ウニ。違う。それじゃない。
でもそういう、まあでもある種高級だよ、ある種高級、はい、そうですね、よくね、結構これは高級だと思うよ、缶詰の中では。キャビア、イクラ、クジラ、味噌カツ急に何、ね、まあ、ご当地でよく、ご当地、はい、どっちの辺ですか。ツアー中に行く東北、はい、東北ですか。東北のご当地、芋煮、いただきます。それご当地じゃない、ご当地じゃない、ご当地じゃない、何、ね、牛タン、正解、はい、正解です。めっちゃうまそうですね。あ、これやばいわ、すごい高級、うん、多分今日一だと思う、これこれいいね、1000円以上する、900円ぐらい。え、そうなんだ。でもそう、でも自分で絶対買わないもん、ね、買わない、買わないよ。まだあります、まだあります。じゃあ行こうかな、まあ、これもセットでいきましょう。はい、はい、あ、いいね、いいね。これも最近和也さんと話してたんですよ、ライブに必要だなという話を和也さんしてたんですよね、ライブに必要。あー、それね、それか、はい、あー、はい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 、いるもんだ、いるもんだ。そうなんです。保険、え、ライブに、ライブの保険、保険。あ、分かった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 、もう一発で分かった。iPad の線、正解です。だよね、はい、両方ともこれは USB-C とバッテリーチャージャーですね。おお、すごい、これいいの、ありがとうございます。これ長いやつ、 1.8m。 おお、もう明日使います。まだあります、まだあるまだあります。まずいですかね、まあ、ちょっとこれ遊びで、俺も最近和田さんと話してます。何喋ったか覚えてない。ああ、ライブ終わったら やりたいなって。ああ、分かった、ね、分かった。違うと思う。いや、分かった、もういいよね。はい、分かった、分かった、ゲームだね、これ。あ、違った俺今完全スイッチのさ、ゲームだったんだよね。ごめん、そしたらさ、ドヨンってなって、あれと思ってさ、だけど、遠くからはい、はい、それを何のゲームだと思いました。ファイナルファンタジーで。違う。あ、あれ、マイクラ正解です。おぉ、ほら、こういうゲームということで、どうぞマインクラフト。 ありがとう、嬉しい、やったー、もう買おうか悩んでたんだよね。これ面白いんで。本当ですか、はい、見ないでください。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の目玉はこれでしたね。はい、完全そうです、はい、結構どれも俺、加田さんとの会話の中で結構選んでる。そうだね、僕と全部、意外と一番気になったのはこれ、一番気になってるね。ああ、そうですね、それは、うん、俺もう一個自分の分買おうか迷いました。これ俺朝一人で食ってそうだね。朝飯に持ってくるか、昼飯で、昼飯行こうよ、みんなで、うん、ご飯にかけてね、ありがとうございます。と、はい、いう感じで、それではバスケ企画、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。次の誕生日お楽しみに。あ、次誰だ、僕っす。そこ笑ってて言うと。